お疲れ様。お察しチャンネルです。今回は江端睦月くんが YouTube の中でパルマくんを語ってくれたのでお話しいたします。もうこの動画を見られた方もいらっしゃると思いますが、2021年7月22日にライズの試合結果を報告とするとともに、パルマさんについての今までの思いを10分以上について語っていただきました。やはり7月18日は命日だと言っていました。1年前の7月18日は苦しくて立ち上がることもできなかった。パルマさんの話もずっと避けてきたんだけど、少し話しますと言って語られました。たくさんの思い出があり、小さい頃から夢を追っかけて今でも続いていると。2015年は2人でパリへ行ったんですけど、その時にテロがあったという話、パルマさんの何にでも一生懸命な姿を見て、何度も何度も救われ、パルマさんに刺激をもらったと言ってました。死についてのことや1年前のあの時の辛さのことなども語られていました。パルマさんの作品を見て未だに泣いたり元気をもらったりって語っていました。パルマさんがやってきたことを大きな光で導いてあげるとさえも言ってくれていました。そしてやはり週刊誌やマスコミなどの取材がジムの前までやはり来ていたようですが、全てお断りをしていたそうです。話す気にもなれなかったし、自分が伝えたかったことのみを動画にしたそうです。本当にこの1年は辛かったんだと思います。どこの取材も受けないで、本来なら試合の結果報告の動画だったと思うんですけど、やはりパルマさんのことも話したかったんでしょうね。たくさん話してくれました。これからもパルマさんと約束の夢を追いかけるのと、パルマさんのやりたかったことを光に導いてください。パルマさんとパルマファンも応援してくれていると思います。小学校の時から幼なじみで悩みを相談したり、体づくりにサポートをしてくれたり、喧嘩をしたり謝ったりの中の睦月さん、ありがとうございました。ルイさんと共にまだまだ頑張ってください。いろんな人が週刊誌やテレビの取材を受けたりしてましたが、ねじ曲げたり印象操作されたりするので、自分の言葉で YouTube で動画をアップしてくれたのは本当にありがたいことです。あと名前を出せない人もいる中、名前を呼んでくれるのはパルマファンとしては本当に嬉しかったです。そんな感じですが、良くも悪くもお察しください。また何かありましたらこちらの動画にしますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。